こんばんは。土のマーケティングへようこそ。こんばんは。今日ですね、はい、私コンビニで、はい、プラプラしてたんですよ。おー、はい、よくしてますね。よくしてます。コンビニプラプラして前でタバコ吸ってビール飲みながら、はい、プラプラしてるじゃないですか。してる。よく徘徊します。名物おじさんじゃないですか。名物おじさんです。してたらですね、新しいボトルを発見しましたんで。ボトル、うん、はい、ウイスキーですか。そうですね、はい。今日はあの皆さんにコンビニ限定なんですかね。コンビニ、いや、スーパーとかでも並んでると思いますよ。あ、なるほど、うん、はい、ご紹介できたらなと思いまして、はい、買ってまいりましたので、はいはい、じゃあご紹介、はい、ぜひお願いします。はい、こちらですね、新しいと思いませんか。新しいですね。これもうなんか常識を覆すパッケージデザイン。はい、普通、うん、瓶に入れますよ。そうですよ、うん、紙パックなんですよ。すごいね。すごいでしょ。私、皆さんこれ見えます。これ完全にこのウイスキー紙パックです。紙パックでいきますね。鬼殺しとか紙パックですもんね。確かにね、あ、じゃあそういう方向性なのかな。そう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 、 SDGs 的な。そうっすよね。ラフロイグのね、その筒が紙のね、はいはいはい、箱になる、箱に変わるように、はい、ウイスキーもこうなってくるんです ね、 そうですね。なるほど、時代の流れだと思います。あ、名前は何ですかね。これ雪印コーヒーです。はい、どうでしょう。今日は行ってみよう。おーっと、ここで土屋からのお知らせだ。2024年2月6日から土と行くカンボジアツアーが開催されます。世界一のジンの蒸留所マウシム、その他いろいろなカンボジアの蒸留所を巡る飲んだくれの旅、内容が超充実していながらも旅費をかなり抑えたプランで、ご提供しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄の動画もしくはツアーのページに飛んでみてみてください。ぜひ一緒に行きましょう。まあ、まずはどういうものかっていうところから。これ、そうですね、歴史があるんですかね。なんせね、これ「since 1963」って書いてあるんですよ。山崎と同期くらいですか。うん、山崎よりも先輩じゃないですか。1984年とかじゃないですか。そうですね、うん、こちらは1963年、昭和38年。はあ、38ですね。はい、すごいですね。で、じゃあサントリーの歴史ってのは嘘ってことですか。可能性はありますね。はい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 、なんかいろいろ分かんないですけど、最初は三角形のなんかあったんですね。給食の牛乳みたいな。そうみたい。ええ、はい。で、1970年からこのような形にもうなってますね。1963年の三角形の頃から1970年にかけてこうパックに変わるんですけど、その頃出たものがミニスカート、レトルト食品、カラーテレビ。お、はい、その当時は雪印ラクトコーヒーなんていう名前だったのそうですよ。その後1970年から78年にかけて若干パッケージの変更とか、500ミリのものと、あと1リッター瓶やボトルというか、まあ、パックですか、はい、のが出てきたんですけど、はい、でその頃はファミレス、あとパンダブーム、パンダが上野に来た時じゃないですか、はいはいはい、で78年から88年、まあだんだんこっちのパッケージにちょっと近づいてくるんですよ。漫才ブーム、ウーパールーパー、あと激辛ブームなんていうのがあって、そして1988年昭和から平成へということで、まあ、その頃はお立ち台なタデココ、ルーズソックス、はい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 、そして、今の完全パッケージに変わってくるんですかね。2000年問題 IT 革命、その後はマカロン、イナバウアー、そしてチレジ、iPS 細胞、SNS 映え、はいはい、令和東京五輪というようなね形になっていってるそうですよ。じゃあもう30年近くこのデザイン。いや、またちょこちょこは若干変えてるみたいです。雪印コーヒーは雪印メグミルクが製造販売するコーヒー入り飲料ということで。ウイスキーじゃない。いや、わかんないです、これはしっかり見てない。なるほどね。関西では姉妹品として雪印フルーツというフルーツ乳飲料が出てるそうです。飲んでみたい。過去には500ミリの限定フレーバーが販売されたり、乳飲料以外の派生商品も発売されていたそうですよ。パンプキン風味とかさ、焦がしキャラメルとか、はあ、
なんかいろいろ出てる。チョコレート、塩キャラメル、チョコミント、へえ、焦がしきな粉、いっぱいあるみたいですね。ボトラーズ的な扱いなんですね。そう、あ、いや、オフィシャルで、オフィシャルで免税店向けみたいな。そうですそうですそうです。はい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 。そういうことですね。まあまあなんやかんや言いましたけど、うん、味ですからね。そうですね。こちら、はい、味見ていきたいと思います。はい。どう開けるのか。あのね、ローソンの店員さんがね、はいはい、ストローくれたの。3本も。そう、3本も。長短短みたいな。意味ある？だってウイスキーで酔っ払っちゃう。多分ストローで楽しむスタイルなんじゃない？はい。わかんないですよ。だって店員さんがストローくれたの。何本あるの？要冷蔵10度以下って書いてあります。だ伝統なんじゃない？やっぱこう冷やしておくみたいな。あったんじゃないですか当時かな、うん、ピアで飲めみたいな。どうやって開けんのこれ。ちょっとこうか下じゃないですか。こうか下下か下下は無理だな。え、どうだこうか。あ、開いた開いた。こうだ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 よ。ジョビナスこうはい。で、こうで、ね、あ、わかった。はい、ここでストローだよ。あ、これで、はい、当時はこうだ、もっと髪弱かったんだろうね。あ、なるほどね。だからこういうことだと思うわ。あ、そうこう、あ、こういうことでしょ。それでちょいちょい行くんだね。ちょいちょいだと思うよ、これで。はい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 、うん、それなんかやっぱ当時はあったんですかね、その注ぐ用の、あのサイフォンの原理を利用したみたいな。あったんじゃない あったんでしょうね、きっとね。うん、すんごいみびっちいね、それ。だから3本もあるんで、何人かでやりましょうとかさ。あ、なるほどね。まあ、両手でやるとか。はいはいはい、はい。あ、まあ、もしくは2本同時に持ってみたいな感じなんじゃない。ちょっとこの辺に収めてみましょうか。はい、はい、じゃあ、ハーフくらいですかね。そうですね、10ミリくらいですね。そうですね。だいぶこれのがすごいね、これ。入荷がすごい。え、じゃあこれだいぶ熟成レート高いんじゃない。高いね。注いだ瞬間こんな白くなってますもんね。そうっすね、これ見てます。加水もしてないのに。山崎55年とかこうなっちゃって言いますもんね。ああ、言うよね、うん。見たことないけど。うん、見たことないっすね。確かに、ウイスキーも。ウイスキーも、ま、ごめんなさい。加水すると濁るウイスキー、うん、ね、あー、いますもんね。いますよね。うん、カスクストレングスとかね。カスクストレングスなのか、じゃあ。あ、可能性ありますね、これね。でも、こんなちょっとしか注いでないのに香りがすごいの。確かに樽？うわ、すごっ。開けた瞬間からもう焦げた。あ、そうですね、うん、香ばしい香り、うん、そうですそうです、うん、樽から来てるのかな、俺ね。そうですね、アリゲーターチャー的な。そう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 、なんだか、あれだよ、コーヒー豆とかをいったりとかした時のか。ああ、はい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 、あの感じに近いですよね。結構深めの焙煎だよね、これね。死んだら焦がしたみたいな感じなんですかね。結構コーヒー好きなんですよ。はいはいはい、はい、いろんな豆とか飲むんですけど、あ、そうですよね、はい、正直あんまいいコーヒー豆じゃないんですよ、この香りのニュアンスって。あ、そうなんだ、うん、じゃあやっぱ樽から来てんのかな。すっごい甘い香りきますよね。すごい、お砂糖入ってんじゃないのってくらい甘い。うん、本当ですよね。フルーティーさは一切ない。だからどちらかというとバーモンダルっぽいのかな。うん、そうですね、はい、シェリーって感じじゃないですよね。そうですね、もしかしたらやってんだかもしれないですね。あ、でも昔だし、ね、うん、その時代ですからね。そうですよ、うん、今の時代だってやっちゃってんだから、そうですね、日本のウイスキーが最低可能性はありますよね。ありますあります、うん、ほんとキャラメルか。多分トフィーってこういうこと言う足向きますか。はい、いただきます。よし、おお、さっぱりしてる。意外にさっぱりだね、うん、甘みが来るんですよ。あ、蓋がすごい。入り口は結構さっぱりだね、うん、さっぱりしてますね、うん、あ、そんな度数も高くないんだね。全然やっぱあんま感じないですね。感じないですね。多分ピートは足りてないよね。ピートは足りてないですね、うん、日課的な。ああ。可能性ありますよね、これね。かもしんないね。竹鶴さんか。あ、北海道、札幌だ。やっぱ北海道ですよね。つながりましたね。これはそういうことか。そういうことだね。そういうことだ。リタだ。あ、リタってますね。リタってるわ、これ。リタってる。うん、あ、リタ好きそうだ、これ。
リタこういうの好きだもんな、うん、マスターかーって言ってねマスターかーって言ってマイベイビーマスターかうん絶対なんかフィリピンしてそんなことないですよ立派なスコットランチスコットランチあ、これすごいことだなあそっか、なんかこう炭感そうですねあと、ほんとミルキーなんですよだいぶミルキーよね、うん、牛乳入ってんじゃないかってくらいミルキーですよねほんとそうなかなかこんなウイスキーないですよね、他にもねないね、聞いたことないなこれ甘いそう、甘いですよです、ね、これ相当甘い相当飲み疲れる熟成年数が長いばっかりに甘くなっちゃってるんじゃないですか、ねうんあとやっぱ歴史がだいぶ古いじゃないですか、はいはい、歴史が長いじゃないですか1963年なんでね、うんうん、当時はいきなりこうそのままのウイスキーとか出しちゃったら日本人もびっくりしちゃう、はいはいはい、飲まれないといけないっていうところがあるんで、はい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 、甘みももしかしたら達してるのかもしれないですよね加水しています あ、お願いします。なくなったんですかなくなっちゃったんだあ、しょうがないこの方法すごく大変だよなこれリフィールパックなんですよえじゃあもう当時からそういう何そうそう考えられて作ってるんですよね考えてるんですか、うん、すごいあ、間違えた完遂しますはい我々のチョイスあなたのチョイスはいありがとうございますちょっとコク深い、ね、そうですね、うん、コーヒーっぽさが強く出てきましたね、うん、来た感じしますね香りはすっごく甘ったるい甘ったるい、うん、しつこい感じがしますねそうですね尖った癖みたいなのないから、ブレンデッドの朝食なんですか ね、 この感じねブランデーみたいなあそうですね、ほんとねどちらかといえばそっちそうね、重たい芳醇な香りみたいな、うん、まあ味ですよねはい、いただきま す、 いますああ、でもさっぱりしたかなだいぶさっぱりしましたねこれは、うん、全体的にさっぱりした、うん、さっぱりしましたねこっちの方が飲みやすいね飲みやすいです甘みさっぱりで香りのつながりいいしそうですねなんか変な安っぽいコーヒー感もないし、うんうんうん、そう考えるとやっぱロックとかですかそうっすね、うん、ホットホットかホットあホットもいいねホットコーヒーね、うん、いいと思いますねいいよねまあ濃いめの水割りとかもいいんじゃないかなと思いますうん、そうですね、はい、どういうシーンがいいですかね僕は正直、うん、ダメなんですよあ、甘すぎちゃってね 甘さがきつすぎちゃって、はいはいはい、頭痛くなってきちゃうくらい甘く感じちゃうんで、はいはい、人によりけりですよね、うん、甘い系が好きな方確かに普段からコーラとか、うんそうすね、カフェオレとか、うんうんうん、コーヒー牛乳とか、はい、そういうのを好きでたしなんでる方にはこれこのボトル持ってこいだと思うんですけど確かに比較的若い方若い方向けだね、うん、カシオレとかねあはい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 だからそう考えるとすごくいいウイスキーだよねカルアミルクとか近いよねもうウイスキーなのにそうカルアミルクでカルーアに合うよね合うかもしれない合うよね合うかもしれないだからね、こうカルーア、カルーア合うかねあ合うと思いますよカルーアちょっと注ぎましてそう相当濃いですね、それ色が濃いですね、色がねでもこういうことでしょうねあ、そう。うん、すごいコーヒー感マシマシっていう感じですよね。あ、すげえ。それ僕も飲む。ちょっとやってみてください。いただきます。香りはほぼ変わるわ、すわ。さっきまでいた安っぽいコーヒーの感じはなくなって、うんうんうん、結構こう渋めの。そうですね。うん、いただきます。なるほど。こめかみあたりがちょっとくる感じ、ね、そうですよねなかなかないですね、こういうお酒なかなかないですよこめかみにくるくそ
本当ですよ、ね、ちょっと、いや、ちゃんのやつもいいですか、はい、まあ、ちょっと余ってます、うん、まあ、ちょっと、ちょっと、まあ、あんまりやるともったいない、ウイスキーにウイスキー入れちゃうとかそんなあんまないです、ブレンデッドですね、まあ、スーパーハイボール的な要素もしかしたらって、このぐらいでしょうかね、はい、いただきます。何これ何これ、え、古いコーヒー豆の匂い、豆屋さんで焙煎してもらって持って帰ってきて買ったことを忘れてひと夏越した豆、酸っぱいか、そう、なんか飲んでみてください、ちょっと甘さ消えたんじゃない、いただきます、これはこれでありなんじゃないかなってなっちゃう、なっちゃうよね、なっちゃう、これなんかもっとなんかウェーっていうのを期待したんですけど、ないの、なんかウェーってならない、スッて入ってくる、スッて入ってくる、スッて入ってくる、意外にありな、洋酒入りのチョコレート、うん、はい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 、あ、そうです、そうです、とかキャラメルとか、うん、あんな感じよね、なんかドイツのちょっと高い、そうそうそう、チョコ食ってるみたいな、でなんか若干甘さ控えめになってる、そう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 、これ何、ビターな感じが前面に来るのよ、でアフターがふわって甘いの、そうなんですよ、バランスがいいの、バランスがいい、うまい、うまいね、うまいって、うまいね、意外に、うん、ラフルグとの相性は良かったですね、ですよ、うん、甘いのが得意な方、そうですね、うん、ここはこちらですね、はい、なんかちょっと収まりも、あ、折ればいいんだ、こうやって、あ、こういうことだ、はい、洗濯バサミとかよくくっついてますよ、 ありますよね、イメージあります、あります、あります、うん、はい、今回紹介しましたウイスキー雪印コーヒーってやつです、はい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 、こちら、うん、はい、ぜひね、結構酒屋さんとかってあるんですか、ね、あると思います、多分近所のコンビニに大体置いてあるんじゃないかな、あ、そうですか、うん、おお、なら求めやすい金額ですし、うんうん、いくらぐらいですかね、130円じゃないですか、あ、安っ、そう、500杯、あ、リッターもあるんだよ、あ、リッターもあるっすね、リッターもある、リッターもそんな俺らしないんだ、安いっすね、まあ、だったら家飲みとかね、そうね、すごくいいと思いますんで、はい、ぜひお求めくださいということで、はい、試してみてください、はい、ありがとうございました、YouTube をご覧いただいてありがとうございます、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。